はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。一日一冊、読書家のマルスです。このチャンネルでは私が一日一冊本を読んで、その内容をご紹介するという内容になっていますで。普段はビジネス書とか英語学習、また心理学についての本なんかをご紹介することが多いですで。その他のジャンルについてはチャンネルページに再生リストが作ってありますので、よろしければそちらからご覧ください。 またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってありますのでよろしければお使いください。今日ご紹介する本はこちらの「私はコーヒーで世界を変えることにした」というタイトルの本です。でこの本はえっ、ー、とまあ川島義明さんかなという方が書かれている本なんですけれども、えっ、ー、と以前ですね、えー、コンビニコーヒーはなぜ高級ホテルよりうまいのかというタイトルの本をご紹介したことがあります。 でえーとまあ、その本より、まあ、少し前2年ぐらい前にです、ね、出てる本になるんですけれども、えー、内容としては、えーまあ、この著者の方が、えーまあ、世界中で、まあ、主に、えー、中南米ですかねで、えーとまあ、コーヒーの栽培とか農園経営っていうのをしてい、えー、くと、まあ、その時の苦労であったりとか著者の思いっていうのが書かれている本になります。 でえーとまあ、この方はも、ねえー、ともとコーヒーの焙煎をやられている、えー、家庭で生まれたそうなんですけれども、えーまあ、両親の反対を押し切る形で、えーまあ、ガテマラとかです、ねえーまあ、そういった中南米の国に、まあ、コーヒーのまあ栽培であったりとか、えーまあ、生産管理といったものをまあ学ぶために単身 えー、10代の頃にですね、えー、乗り込んでいって、えー、コーヒーヒの勉強をされたそうですでそのっ、えー、とは UCC コーヒーという、まあ、あの有名なコーヒーの会社があるんですけども、まあ、そこの会長さんから見染められて、えー、UCC コーヒーに入って、えーまあ、活躍をされたり、まあ、またそこからもう一度離れてですね、えー、今は、えー、とコーヒーヒの まあ、より良いコーヒーを作るそしてそれを販売するというような活動に注力されている方だったと思います。でえっとまあ、内容としてはあのコーヒーのまあ栽培のノウハウとかですね まあ難しさみたいなところももちろん書いてあるんですけれども個人的にはそれよりもまあ単身ですね10代の頃からそのまあ特に日本人のなじみのない国しかもえとその当時その中南米の国々っていうのはまあ内戦があってですね目の前でお世話になった人が死んだりとか殺されたり自分の友人がまあ拉致されたり殺されたりとまあそういうような情勢だった頃に えーまあ、そういった国々で,です、ねえーまあ、単身で切ったはったやっていたと、まあ、そういうストーリーにまあ非常に感銘を受けました。 で実は私今海外で生活をしているんですけれども、えーまあ、やはりですね日本で生まれて、まあ、日本で20年以上25年以上育った状態で、まあ、海外に来たんですけれども、えーまあ、言葉一つとってもそうですしやっぱり当たり前と思っている文化がもう全然通用しないというような環境の中でまあ、して一人でですね生活をするっていうのは非常に大変だったということが、まあ、ありありと実感できます。でそういったまあ私自身の経験を まあ踏まえながらもですね読み進めていくとやっぱりその海外でまあ何か自分のやりたいことをやり遂げる成し遂げるっていうためには、えー、まあ強いその意志とか情熱っていうものが大切なんだなということをまあ改めてまあこの本から学ばせていただきましたでまたその現地の人々とですねまあどれぐらい深く関わっていくか人の顔や名前を覚えてまた覚えてもらうとまあそういう活動を通じてその現地に深く根を 張ってえー、まあ生活をしていくことによって、えーまあ、先ほど言ったような厳しい、まあ、内戦下のような状況の中でもなん、まあ、とか人に助けてもらったりとか、えーまあ、逆に人を助けたりとか、まあ、そういう,こう苦労工夫っていうのを、えー、もう日々していると、まあ、そういう姿にも、えーまあ、非常に感銘を受けました。 でなので、えっとまあ、タイトルこそですね「えっと、そのコーヒー」というところが、まあ、あの目立つタイトルになってるんですけどもどちらかというと、まあ、そのコーヒーとか、まあ、そのコーヒーによって世界がどう変わるかっていうような内容を、まあ、あの期待して読むというよりはですねどちらかというと、まあ、あの海外でお話で えー、ま一、あ、人の男性が、えー、まあ、どうやって自分のやりたいこと夢っていうのを実現していくのかというところについての方が、えー、まあ、個人的には、えー、面白い本だったかなというふうに思いましたはい、えー、今日は以上になります、えー、よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします失礼します